KL-2 スに所沢航空発祥記念館にて撮影 KL-2 は日本の航空機メーカー、川崎航空機が製作したレシプロエンジンの連絡機。KA は川崎航空機、L は連絡機の略。1954年に保安庁は防衛庁に改編されることとなったが練習機導入をめぐって対立した川崎航空機と 富士重工業に対して、多座席連絡機の製作を依頼した。川崎は KAL-1 と、キャット -1 の経験を踏まえ、設計を1から見直した5座席の機体、KAL-2 を2機製作。1号機は11月に、初飛行。12月に2号機も初飛行し、同月に発表した後、1号機を海上自衛隊、2号機を、 航空自衛隊にそれぞれ納入して返答を待った。一方、富士は自社でライセンス生産していた T-34A の座席数を増やした LM-1 を開発し、同じく納入した。1955年になって審査が本格的に行われた結果、同庁は9月練習機として採用した。 T-34A と部品が共通していることを理由に、富士の LM-1 を採用、川崎は再び敗北した。二度にわたって敗北した川崎は、アメリカが市中国の技術力を学ぶために以降は、富士や三菱重工業と同じく積極的にライセンス生産の道を歩む。独自の練習機開発は T-4 練習機でようやく実現した。 海上自衛隊の1号機は解体されてしまったが、2号機は1964年に陸上自衛隊へ移管、後に埼玉県所沢市の所沢航空発祥記念館が譲り受けた。海上自衛隊の KL-2 キャット -1 をベースに設計を見直しており、全金属製で近代的な前輪式、引っ込め足を採用した。主翼は、 キャットマイナス1と同様のものを使用した上で、機体強度を向上し、ある程度までの高騰飛行を可能とした。また、キャビンは、操縦席周囲を、気泡型のキャノピーとし、視界を向上させ、また、乗員2人に、乗客3人の5人乗りとした。川崎ワールドに展示されている試作エンジン川崎は1953年から、 国産レシプロエンジンかえ -240 の開発を進めていた。設計開発は長田大典・巻角中が担当。当時ライセンス生産を始めたベル 47G のライカミング車エンジンを参考にし、性能試験や150時間運転も成功させて、1955年に戦後の国産第一号エンジンとして、ウニ優勝の形式証明を取得した。 川崎は、ベル 47D のほか、KL-2 に、国産エンジンを搭載し、純国産ブランドを回復しようとしていたが、エンジン開発が遅れたために試作機は、ライカミングのエンジンを搭載した。そこで、正式採用された時には、量産機にカエ、二 -240 を搭載しようと計画したが、結局不採用に終わったため、エンジン開発も中断された。 かえ -240 は、空冷式水平向き対抗6機と出力は240馬力であった。耐久試験用の試作機が、岐阜県各務原市の岐阜各務が、原航空宇宙博物館で、キャット -1 練習機と共に展示されている。使用 AB、平成30年8月、川崎 KL-1 連絡機。 www.city.kakamygahara.lg.jp 鏡ヶ原市2020年3月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年3月26日閲覧 AB 日本の航空宇宙工業50年の歩み社団法人日本航空宇宙工業会2003年5月64ページ ABO 月雪を純国産ガスタービンの開発、川崎重工が挑んだ、産業用ガスタービン事業の奇跡、三木処方、2015年9月1日、35ページ。ISBN 48億9522万6476。AB 坂上、主撃、軽飛行機用4サイクル、空冷倒立発動機技術指点病。 潤滑油消費率に注目しつつ、マイナス、大阪市立、大学大学院経済学研究科ディスカッション、ペーパー第107巻、2017年9月4日、34ページ。ありがとうございます。